はい、どうも翔平 TV です。どうも真白チャンネルです。はい、というわけで今日はですね、はい、先日あの女子プロ野球選手須崎選手のナイアガラカーブをまあ、動画出したんですけども、はい、まあ、教わったんで実際にちょっと今日実践してみようかなと思って、はいはい、自分と追い組んでお互い投げてみようって。自分ピッチャーじゃないですけどいいですか？ピッチャーじゃなくてもいいです。あ、いいっすか、はい、コツをつかめば誰でも投げれるっていうふうにおっしゃってたんで、はい、内野手の人ではありますけども、はい、握りとコツを教えて投げれるかどうか、はいはい、で自分は教わったんでそれを実際に投げれるかどうか、はいはい、もうちょっとやってみたいと思います、はい、コツとしてはここの親指のこの付け根部分結構開けるそうなんですよ。で開けるってことは、まあ、不安定なんですよね、はいはい、でしかも力が入らないですよ、うん、だからこれでこの状態で振ることによって力が入ってない分皮がこう死んでるみたいな感じになるんですよ、はいはい、これで回転がこう縦に回転するんでくるっとこう落ちていくみたいな、この辺にボールを置いていく、置いていくイメージ、はい、こうやって置いていく、スパッ、こうやって置いていく、スパッ、なるほど、ポッとそう感じで、これがまずは投げ方ですね、はい、で体の使い方もコツがあるんですよ、はい、まあ、普通はこう投げますね、はい、足をこう上げますね。でもカーブの時は投げる時にこう体重移動をするんだけど右足こう蹴る方の足は蹴らない、こう、まあ、普通は多分こう投げますね、はい、こう投げるんですけどカーブの時はわかる、パッと前行くのと前行かずに、あ、体重移動をここでストップ、イメージとしては体は移動した瞬間下がる、手は前に出す、はい、でイメージで投げていきます。はい、はい、後ろにいる黄色いやつはベイちゃんの司です。からもやってもらおうかなと思います、はい、はい、それではやってみましょう。お願いします。はい、では実際にやっていきまーす。さあ行きましょう。あー、いい、ナイスボール、いい、できた、できたね、はい、今ね、はい、おー、どうすか、緩急がすごい、緩急が、あー、いい、おー、おわん、おお、いい、いい、いい感じ、いい感じ、これで、ね、お気に入ってます、そうね、腕振るしっかりで、これでコツつかめばちゃんとキャッチャーのところに届くんで、でコツは高めに投げないように、低めに、そう、到達するときは低め、低め、お、あー、いい、お、あー、いい、お、あー、いい、お、先っぽ来た、先っぽ来た、オーケー、おお、おお、あれはいいですけど打たれる、打たれる、打たれる、まあ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 、はい、はい、はい、おお、あ、いいね、いいね、いいね、おあ、わかんない、もっとまだ、どっち、はい、おお、おー、いい、
いい。おー、ナイスボール。おお。いいね。はい、ということで、おさらいですね。おさらいで投げつつ他の球種も混ぜて、まっすぐ鬼スライダー、内野からカーブ、ツーシーム、この4つ投げてみたいと思います。よいしょ。よいしょ。おお。おお、やれそう。ちょい高。オニスライダー。おお、来た。やれそう。やれそう。はい、というわけで実際に投げました。はい、いかがでしたか。自分が投げた中で2球3球ぐらい、あ、これだなっていうのはありましたね。うまく抜けたなみたいな。まだ初日でそんな簡単には向かないと思ってる。そうですね、コツつかめば誰でも投げるって聞いてたんで、はい、コツつかむまでちょっと時間かかると思うんですけど、そうですね、3球ぐらい、あ、これかなっていうのがあって、こうストライクが狙すところに行きましたね。そうですね、リリースが決まればすごいいい球がいったなって感じで。そうですね、じゃあその練習してリリースが安定すればいい球投げられるんじゃないかなと。おお、まあ、別の球種とこう合わせれば多分バッターもこう動揺すると思うので、そういうのも、そう、緩急が大事なんで。緩急大事なんで、全部速い系なんで、今回これを教えてもらって、多分結構、ピッチングの幅が広がったなっていうふうに思います。はい。で、まだ今ね、肩治療中で、もうちょっと練習して、肩も治して、もう実際に、試合で投げたいなっていうふうに思ってるんで、今後とも、頑張っていきたいと思います。はい。はい、というわけで、本日コラボしてくれました、おいチャンネルさんと、ベイチャーさんの、リンクは概要欄に貼っておきますので、そちらを、チェックお願いします。お願いします。はい、というわけで本日もお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。今回はこちらのお二人の投手にお話を聞いていきます。そしてイベントに出演されていました3人組アイドルユニット、まなみのりささんにもお話を伺いました。そして女子野球試合後は、このようなイベントも行っていましたので紹介いたします。女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催、日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知、こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いこのサインが欲しいコメント、ぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、磯崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。